お疲れ様です。お疲れ様です。本日もご覧いただき、ありがとうございます。では、今回から新しい旅の始まりですね。今回はホテル特集なんだな。そうですね。今回から、何回か連続で南関東のホテル特集と題しまして、基本的にはホテルだらけの番組になります。ほうほう。いつもは、途中の移動中の観光地とかもあるんだけどな。まあ、大したところに行ってないんで、カットですね。そうですか。ちなみに今は飛行機に乗ってますが、この回はたまたま飛行機なだけですのでね。何が言いたいかというと、何回かに分けていった総集編みたいな感じです。今回は2023年12月の話です。今は暑くなってきてるのに真冬の話からスタートなんだ。この暑い夏に、くそ寒い場面をご覧いただき、冷えていただこうと。むちゃくちゃだな。では、今回も、ゆっくりご覧ください。では、伊丹空港から飛んでいきましょう。飛行機で東京とか、一瞬で着くんだろうな。いつもは車で行くことが多いですもんね。車なら休憩も入れたら10時間ぐらいだもんな。それでも、新東名が開通したので、120キロで走行できるのはかなりの時間短縮になりましたね。昔の、名神、東名だけなら移動で1日はかかりますもんね。ちなみに飛行機なら飛行時間は45分ぐらいでしょうか。45分って。いやーありがたいですね。ちなみに、大阪東京間の移動時間は、早い方から、飛行機で1時間5分、新幹線で2時間30分、車で高速道路なら10時間弱、一般道なら20時間ぐらいでしょうかねー。悪くても高速道路でお願いします。まあ、一人で前日までに購入したら、飛行機が安いでしょうかね。高速バスも安くていいよな。高速バスも昼間なら6000円はかかりますかね。飛行機のお昼間なら1万円ちょっとで行けますので、費用対効果なら飛行機がいいのではないでしょうか。複数人なら車で高速道路も割安だろうな。目的や、人数によって使い分ける感じが、いいのではないでしょうか。それでも一般道はご遠慮だな。では、お天気もいいので、景色でもご覧ください。2倍速なので、ご了承ください。着陸ですね。やっぱり東京周辺は飛行機だらけだな。いっぱいですねー。じゃあ、東京周辺もお天気でしたので、着陸までご覧ください。今回は、えらく時間を稼ぐな。マリサ君、大人の事情もありますからね。はいはい。では、ご覧ください。無事に到着ですね。毎回無事に到着はありがたいな。事故されると困りますが、スタッフさんの尽力ですからね。今回もありがたく到着です。では早送りのままもう少しどうぞ。まだ見てるんだな。正直言うと今回は時間が短いですからね。まあもう少しお付き合いください。羽田空港のターミナルに飛行機は着きまして、今からは東京モノレールで向かいましょう。一瞬で天王洲アイル駅ですね。編集してるからな。まあそうなんですがね。
実際は、羽田空港第1ターミナル駅から天王洲アイル駅は、18分で IC カードなら458円ですね。まあ早い方だな。モノレールで乗り換えなしは、荷物が多いと、メリットですよね。移動がめんどくさいもんな。じゃあ、駅の隣接ビルの中を歩いていきましょう。では本日のお宿に到着ですね。今日は、東横イン品川港南口天王洲アイルさんです。長い名前の東横インだな。品川のお客さんを取りたいからでしょうね。でも、天王洲アイルが最寄りなのでね。ちなみに、品川駅から無料で送迎バスもありますね。無料送迎バスはありがたいですね。ちなみに、今回の東横インの最寄り駅は、圧倒的に天王洲アイル駅ですね。品川駅は、ここになります。歩いたらちょっとあるな。歩きなら、送迎バスに限りますね。では、今日のお部屋は2階ですね。マリサくん出番です。はい、では、東横インさんはまあまあ出てますので、サクッと行きましょう。今回は一番安い、セミダブルのお部屋です。水回りは、綺麗ですね。新しい東横インはレインシャワーがあったりしますが、ここはありません。加湿器も置いてありますね。お部屋のテレビで、朝食の食べる食べないを選択できます。ハンガーに消臭剤もありますね。コンセントと、USB Type A 端子は1箇所だけなので、二人で使用時は、ちょっと不便ですね。あとは、いつも通りの、ケトル、金庫、からの冷蔵庫です。お部屋からの景色は、東京のビルビューです。でも、隣のビルまで間隔はありますので、圧迫感はないですね。こんな感じでしょうか。さっと、マリサくんありがとうございました。では、夜ご飯行きましょう。今回は、ホテルから近い。セブンイレブンなのに、ファミマの入店オン。ってことで、買ってきました。まあ、初日なのでコンビニで済ませましょう。この後もお金使うもんな。でも、なんかいろいろと買ってきました。このチャーハンは美味しかったですね。私はあまり普段はコンビニ飯を食べませんが、いい感じでした。シャワーは絶好調の水圧ですね。では、お風呂に入って寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。10時なので、出発しましょうか。あ、Wi-Fi チェック忘れてました。十分使える速度ですね。午前3時にお疲れ様です。では、品川駅まで無料の送迎バスを使わせてもらいました。ここで、東横イン品川港南口天王洲アイルさんのお値段です。今回も2名1部屋、1泊無料朝食付きでお値段、合計9785円ですね。お安いな。で、霊夢さん、もう夜になってますが。そうですね。昼間は、ヨドバシアウトレットに行って、レンタカーを借りまして、ご挨拶に行って、ここまでワークしてきました。いやいや、ほぼ茨城県ですよ。何か、用事でもあるのか？用事はないですね。まあ、理由を言うと、今日は金曜日なんですよね。今日からここに2泊の予定なのですが、普通土曜日宿泊は高くなるのがセオリーでして、都内とかなら高いので、レンタカー借りてここまで避難ですね。それで、ここまで来たんだな。ホテル行きシャトルバスもあるんだな。うん、横に救急車？ちょっと変わったホテルですね。別の言い方をすると、超安心ホテルでしょうかね。なんか外来とか書いてるな。病院の外来もあるんでしょうね。ホテル診療棟も。とのことで到着です。今日は、三井ガーデンホテル柏のハパークサイドさんです。三井ガーデンホテルも、あちこちにあるホテルさんだな。なのに、病院の外来とかあるんだな。そこが、今回のミソですね。では、玄関を入るとクリスマスツリーのお出迎えです。今は6月ですがね。編集に半年ありがとうございます。
テルのロビーは広くて、綺麗ですね。しかも新しそうだな。そうですね。最近の開業のホテルさんです。はい、しっかりと2023年12月のチェックインです。今回は3階のお部屋ですね。今回は7分の3階なんだな。確か、上層階は滞在のお客さん用のはずですね。朝ごはんはプラン外なら1870円で食べれます。では、3階に到着です。建物も廊下も綺麗だな。まだまだ新しいですもんね。今日のお部屋307号室です。マリサくん今回もよろしくです。では、ご案内しましょう。電気はカードキーを入れまして。はい、着きましたね。今回はツインタイプのお部屋です。入り口右側には、ハンガーと、大量に吊るせそうなスペースがありますね。下には、使い捨てスリッパと、空の引き出し。下には、部屋着があります。体重計もありますねー。洗面は、お部屋と同じ場所ですね。大きな鏡があります。洗面台の引き出しには、パナソニック製ドライヤー。アメニティセットもたくさんあります。まあ、人数分ですがね。お手洗いは自動で開くタイプですね。最新です。水回りはすべてセパレートタイプですね。お風呂は、広々としてます。石鹸類と S 字フックが、フックは何に使うんでしょうか。椅子もありますね。部屋風呂に椅子は珍しいですね。じゃあ、寝室に行きましょう。加湿機能付き空気清浄機がありますね。ツインタイプなので、ベッドの真ん中にスイッチ類と、コンセント、USB タイプ A 端子が2つずつあります。次はテレビの下です。こちらは、案内類です。右側には、充電ケーブルもあります。メモ帳と、小物入れ。テレビはネット対応テレビですね。最新ホテルなので、これはありがたいですね。除菌スプレーもあります。下の戸棚には、金庫と、ケトル、グラス類。カンカンのプルタブ開けもありますねー。他のホテルにはないですもんね。冷蔵庫には、無料のお水がありました。では、ここで Wi-Fi チェックをしましょう。快適なスピードですね。連日の午前3時台でした。ここのホテルは2階にラウンジがあるんですねー。しかも24時間使えるみたいですね。しかも、ケアスタッフさんが24時間常駐してます。客室電話からも呼べるみたいですね。しかも、館内廊下には AI カメラが設置されていて、倒れてたり、座り込んだりしていると駆けつけてくれるみたいです。とりあえず、お部屋案内はこんなものでしょうか。マリサくん今回もありがとうございました。ってことで、その2階のラウンジに行ってみましょう。おしゃれな感じだな。では、2階のラウンジのご紹介です。かなり、広々とした落ち着いた感じですね。こちらは、洋服の上着のお直しサービスですね。なんでそんなのがあるかというと、このホテルは、国立がん研究センター東病院に隣接してまして、病院と提携してるんですね。なので、病棟やら、外来やら、救急車やらの単語が出てきました。洋服のお直しサービスは、自分のお気に入り洋服を、ガンなどで手術後に着やすくする加工をしてくれるってことです。せっかく着るなら、自分の洋服がいいですもんねー。そうですよね。ここは、長距離の患者さんの前泊や、後泊、患者さんの家族の滞在ホテルですね。そのために、割安の病院ご利用者限定プランがありますね。病院利用者以外のプランもありますので、私たちはこちらで予約しました。
ちなみラウンジには、替えのタオルウェア、雨に照るい、病気関係の書籍も充実しています。また、相談窓口も平日限定で専門家がいらしてます。そして、介護関係の有資格者さんが、24時間で常駐してますので、何かあっても、対応はしてもらえます。では、スタッフさんとお話をしまして、いろいろお聞きしたので、ご紹介です。この、防犯カメラみたいなのが、AI カメラですね。廊下で倒れたりすると、AI が反応して駆けつけてくれます。廊下だけでも、これだけの台数が設置されてます。客室電話には、見慣れないケアスタッフボタンがあり、先ほどのラウンジの介護スタッフさんにつながります。これは、つまずかないドアストッパーですね。これは、たまにホテルにあったりしますね。蹴っても動くので、つまずきにくいですね。はい、先ほどお風呂にあった S 字フックですね。これは、点滴をしてる人が薬剤袋をここに吊るすものですね。このクッションも特殊でして、痛みがあったりすると、和らげやすい作りになっているみたいです。おっと、おはようございます。おはようございます。相変わらずの編集下手っぴだな。いやー、内容が濃いホテルなので、時間がないですね。では、今回は2泊なのでお出かけしましょう。大腸外科退院後プランとかあるんだな。このように、正式に、がん研究センター東病院と、三井ガーデンホテルが提携してますね。ちなみに1階にはコンビニもありますが、行ってみましょう。普通のコンビニみたいだな。この辺りまでは普通のコンビニですが、こんな感じに退院後に使えるスリッパなどがあります。お菓子やご飯系もホテルコンビニにしてはかなり充実してますね。家族さんにもとことん対応しています。正直待っている家族は時間を持て余すもんな。そのあたりも、待っている家族にも優しいサービスですよね。では、病院の敷地を抜けていきましょう。これは、病院の宿舎かな？団地だらけですもんねー。ここは、正式なルートなので、不法侵入ではありません。車で来ると、駐車場はなんと、病院の駐車場になるんですね。なので、このルートが正式になります。ホテルに行くのに、駐車場が病院の駐車場は、なかなかないですもんね。ちなみに歩くと5分はかかりますので、こんな感じにホテル行きシャトルバスがあります。これは、平日限定になりますので、注意してください。じゃあ、今日はどこに行くんだ？今日は北関東ドライブに行きましょう。北関東は、関西人からしたら遠いもんな。まあ、なかなか行けないですもんねー。では、守谷サービスエリアですね。常磐自動車道にあるサービスエリアです。常磐自動車道は、まあ来ないもんな。常磐道は、日本海側を通って、東京と宮城県の仙台を繋いでます。規模の大きいサービスエリアですね。ねえ、大型です。関西なら多賀か、三木ぐらいでしょうかね。お土産物も、フードコートも大きいな。ここは、常磐道でも主要なサービスエリアで、渋滞のメッカです。渋滞する場所なら、規模も大きくしないとな。まあ、関西とはちょっと規模が違いますね。では、お昼時間なので、最後にご飯を見ながら、今回は終了です。次回も、ホテル特集なのか？そうですねー。次は千葉県でも、南の方を出そうかと。では、今回もご覧いただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに。